いや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 、このネックレスじゃないですよ。俺、この間、言っていいのか、ああいうと、飲みまくって YouTube 撮ったら、その時にまた勢い余ってあげちゃったんだよなぁ。捉えると思って隠してるんですよ。誰に見せてるんだろう。ごめんな、俺いらないと思う。ちょっとあゆにしてみようか。してみるだけだよ。してみるだけ。あげるよ。あゆに絶対似合うよ。あげるに決まってんだろ。ほら、やったじゃん。もし似合ったら、これもし似合ったら、似合うに決まってんじゃん。あげちゃったって言うと語弊があるから貸しちゃったにしとこう。なんかこれしかなくなっちゃったからまた作るしかないじゃん。また3000万もすんだよ、こんなん作る。これはそんなしなかったと思うけど。そうだよ、あゆと収録したよ。俺、記憶ないけど、だってさ、あのさ、何居酒屋で飲むみたいなやつあるじゃん。あれを、あゆと俺と、ミカジョンでやったんだけど、まあ、正直僕は記憶がございませんので、どんな映像が出てくるか怖くてしょうがないでーす。歌詞クールがずれてる。めっちゃ笑いながら喋ってるから。いや、でも、ああいうとこだよ、シジロは。めっちゃ痛いから。もうじゃあ、自爆してやめよ。ちょっと、全然自爆しません。ダメ。本当？大丈夫です。問題ないです。トラちゃん。会長チース。株を始めました。まずはアイベックスを買いました。マスク投げれますか？エンタメもらえますか？ほんと日本語ダメだ。マスク、取ったら騒ぐなとかまだ言ってるよ。日本だけだ、こんな国。どっかの日本の一番偉い人がもう言いなりの人だからさ、もう俺も悪口言うと怒られるか言わんけど、もう言ってもいいや、あれダメだ。岸田がダメだ、岸田がダメだ、岸田がダメだから、ははって感じですね。はい、もういいよ、別に。だってみんな、俺前言ってたけど、今更みんな言ってるでしょ。